離乳食の作り方の説明をします。授乳離乳の支援ガイドって言って、決められた作り方、それから離乳食の進め方っていうガイドが出ていますが、今日ここでお伝えすることは、誰にも聞けないようなちょっとしたコツとか、こうすると楽にできるとか、そういうようなことを中心的にお伝えしていきたいと思います。今日は炊飯器を使って大人のご飯が炊き上がるのと同時に、おかゆが炊き上がるという方法をお伝えしたいと思います。お料理の小さじで今日は作りたいと思います。小さじについてですが、計量スプーンを買われたら、だいたいこの3つがついていて、よく間違えられるのが、ここに 2.5 と書かれたミニスプーンのことを小さじと思われる方がいらっしゃいますが、これは違います。この小さじの半分ですという意味のミニスプーン、これは小さじではありませんので使いません。こちらが小さじ、こちらが大さじ5と書かれたのが小さじです。形は違いますが、今日はこちらも小さじです。いろんな小さじがありますが、この小さじを使っておかゆを作っていきたいと思います。9、10、11ヶ月の1歳前のね、お子さんのおかゆである5倍がゆを作るとき、もうこういう便利な赤ちゃん用品を買ってなくて、家のあるコップで作ることもできます。それは次は5倍がゆなので、ここにすり切りいっぱいのお米をいっぱい、この時期だと食べる量も増えているので2杯のお米を入れました。5倍がゆっていうのは、2杯のお米を入れたら 2×5 なので、2合10、10杯のお水をここへ入れます。こういう風にできます。これをここへ入れて、そして炊飯。5倍がゆは9、10、11ヶ月の赤ちゃんで、炊飯器でここに炊けています。でね、もうここまで来たらね、ある程度の豆腐の大きさ、ある程度のなすびの大きさ、それを自分の歯茎と歯茎で潰しているので、もうこれをね、ここまで来るともうすり鉢とか網じゃくしとかですり潰さなくても、もうこのふやけたまま、このまま食べてくださいね、というふうになります。こんな感じです。はい、どうぞ。はい、では今から1歳を超えた時ぐらいに、ちょうど大人のご飯に行くにはちょっと硬いけどっていうぐらいの軟飯っていうのを作りますね。これは炊飯器の周りで炊けていた大人用のご飯です。このままでがちょっと1歳過ぎてすぐの赤ちゃんには硬いですので、軟飯ね、ここに 60g のご飯、 60g の水があります。まあ 60g じゃなくても同じ量だと思ってください。これをね、お水をここへ入れます。そしてかき混ぜまして、はい、そしてラップでかぶせるのですけども、ちょっとね、チンすると電子レンジにかけるときに端っこの方はちょっと開けといてください。蒸気を逃がすところね、ここ開けといてください。これで500ワットで4分か5分、ここ開けたままね、チンしますね。できます。4分ね、500ワットで4分電子レンジでかけました。ご飯です。こんな感じです。大人のご飯よりもちょっとべちゃべちゃしてるかな、音聞こえますかね、みちゃみちゃいいかな、こんな感じです。大人のご飯よりちょっと柔らかいおかゆではない、そんな感じのものを何杯です。5分間ね、電子レンジが終わってからこのラップしたまま5
5分間はちょっとこのまま蒸らしておいたら上手に水分がね、お米に吸収されて柔らかい軟飯になります。5分蒸らした後の状態がこれです。はい、赤ちゃんのだし汁を取ります。お家ではカツオと昆布のだしをお使いになられるかもしれません。顆粒状のだしを取られる使っておられるかもしれませんが、赤ちゃんには大人用のだしの素とかはできるだけ塩分があるので使わないでほしいです。赤ちゃんも大人もみんな共通で昆布だしでいかれてはどうかなと思います。今日はこの昆布だいたいこれぐらい の, 大人用のお汁物を作ろうと思うとき、だいたい自分のここの棚衣のサイズぐらい、またはここの手 の, 付け根から指の先っぽぐらいまでの長さの昆布を使われるとちょうどいい量になります。でここの使うときは昆布の、表面についてるゴミとかをシャシャッとこう拭き取って、本当はこういう風に切り込みをカチャカチャカチャっと入れて、このお水を張ったところにこういう風に入れるとだし汁がよく出てきて美味しい昆布のだしが取れます。さっきの白いのは、大丈夫なんよね、別に、この白いのは昆布の旨味の成分なので、この白いものまできっちり拭き取ることはないです。洗わなくてもいいよね。そう、洗わなくてもいいんです。表面のゴミとかだけを取るような感じで白い粉は残したまま気にしなくて大丈夫です。それからこの昆布のだし汁を作るとき、朝からこの昆布をポチョッとこの水の中に入れといて使うときまでにちょっと時間を置いとくと余計この昆布の旨味が出てきやすいです。時間がないときはね、このままポイッと放り込んですぐお料理にかかっても大丈夫です。昆布に細かい泡がプチプチプチとついたり、昆布がこう揺れ始めたりしたらちょうどいい加減なので取り出しておきます。いつまでも昆布入れたままやと昆布臭さがちょうど出てしまって良くないので、そのくらいで取り出します。大事なことは決して蓋をしないということです。蓋してしまうと昆布臭が水の中に閉じ込められて旨味だけでなく臭さも閉じ込めてしまうことになるので、だしを取るときは昆布だしだけではなくてカツオと昆布のだしの時でも蓋はいたしません。はい、なすび、なすびこれ皮むいた方がいいのよね。普通皮大人食べるけど、子供用は皮むいた方がいいの。そう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 、だからこのお味噌汁の中の具に皮を剥いたなすびと剥かないなすびと一緒に入れておいたら、子供用に取り出すときは剥いたなすびを取り出してあげて裏ごしてあげたらいいです。それからお豆腐、これは大人やったらひょっとしたら木綿豆腐を使ってるお家もあるかもしれませんけども、もうこれはもう赤ちゃんに合わせてあげて絹ごしにしたら兼用で作ることができます。それから人参、人参もね、各ご家庭によっていろんな切り方があると思いますが、どうしてこのサイズにしてあるかっていうと、この赤ちゃんの手づかみしやすいサイズっていうのがだいたいこのね、私の、ここの第一関節がだいたい2センチ、どんな人の指もだいたい定規を当ててみればこの第一関節は2センチぐらいなんです。でここ今切ってあるのは4センチぐらいに切ってあるわけない、第二関節ぐらいまでの、だいたい赤ちゃんが手づかみしやすいサイズっていうのは4、5センチって言われているので、お料理するときどうせ切るのだったら第二関節ぐらいまでのサイズに切っておくと便利です。別に赤ちゃん用に切ったりしなくても大人のところからこうやって取り出せばこのまま赤ちゃんの手づかみ練習になります。はい、
もやしってヒゲ取った方がいいんですか？もやしはヒゲを取ってください。あの取らなかったら病気になるとかそういうことではないんですけど、あの口触りが悪くなりますので、もやしのヒゲは取ってお料理をしますけれども、ご家庭のお料理は別にそんな舌触りとか気にしないで早くご飯を作りたいというふうに思わはんだったら、舌触りは気にしなくていいのでしたらね、ヒゲ取らないでお料理しはっても大丈夫です。もやしは太いのとか、うん、あの細いのとかあるけど、離乳食にはどっちがいいとかっていうのはあります、うん、まあ、特にどっちでもいいですけどね、あの細かいものよりはちょっと太いものの方がすりつぶしやすかったりしますので、今日は太もやしを使っています。これですね、太もやし、いろんなのもやしの種類が売られていますが、あのどれでもいいんですけど、まあ買われるのでしたら太もやしを買われるとすりつぶしやすいです。しめじはどうしたらいいですか？しめじはね、あの使えるのは中期後期の赤ちゃんに使えます。な今もすでに大人の味噌汁なので、あのしめじはここに入れてありますが、このしめじを使われるときはもっともっとあの細かく切るっていう風にした方がよくて、また切り方を説明します。はい、もう何しろ全部一緒にね、大人用の味噌汁作るいうことで作っておけばいいです。でここから柔らかく煮えたなすびとか豆腐とか赤ちゃんに使えるものを取り出して離乳食に回せると、離乳食を作って大人用のご飯を作ってってしなくても手間が省けます。ではこの90、11ヶ月の赤ちゃんにはもちろんささみをやめたりする必要はなくて、ささみも使い続けられますが、牛と豚も使えます。大人の場合、今日はね豚の生姜焼きにしましたけど、赤ちゃんね、その生姜焼きっていうのは食べにくいですのでね、あのこの豚肉は赤ちゃん用にはこういうふうに油を取ってあげてね、この油は取って、はい、でこれをお肉はどんな時ももう細かくひき肉にしてあげてください。こういう感じです。この時期ね、豚だけじゃなくてもう牛も豚も使っていけますし、鶏肉も使えるので、牛豚鶏の全部を使えると思ってください。逆に使った方がいいですよ。離乳食後期の赤ちゃんっていうのは鉄分が足りなくなってくるとも言われているので、そんな時期牛肉とかはね、格好の鉄の供給源になりますのでね、使っていいのかなと思わないで使ってください。はい、でも使い方の大きさはこんな感じで、 歯がね、下から1本か2本しかない赤ちゃんですので、そのかなりのひき肉にしてあげてください。これをやっぱしこのままではお鍋に戻すと大きな団子になってしまいますのでね、ここへ戻しまして、水溶きの生肉にします。水溶きの生肉、お肉がちょっとお肉に半分ほどかかぶるぐらいかなっていうぐらいまで水を足して生肉混ぜます。くるくるくる、別にね、水の量が多かっても何も支障ないんですよ。はい、何しかこうばらければいいんです。白身とかがね出てきたら取っといてあげてください。こんな感じです。はい、ではお鍋に先ほど刻んだお野菜と一緒に煮ていきましょう。では先ほど刻みましたお野菜、油揚げ、ここにお豆腐も一緒に入っています。で隣に出来上がっている大人のお味噌汁からちょっと味噌汁ごといただきます。そして火を入れましょう。はい、こんな状態で豆腐がちょっと大きいなと思ったらちょっとこうして潰すのも OK ですよ。では
先ほどね、あの水溶きの生肉にいたしました。これをちょっとここに火を入れて、もうすぐクツクツとしてきますけど、ね、あ、なってきましたね、ふつふつ。そうなってきたら、この水溶きの生肉をちょっとここに入れて、ガシャガシャガシャと混ぜます。こうすることで大きな団子にならないで、うまくお肉がばらけています。それでね、この時期からなんですけど、牛乳をお料理に使うこともできます。そうすることで、1歳超えた時にちょっとね、牛乳を飲む前段階のこうお料理に牛乳を使うというふうに、こんな風に牛乳を使っていったらいいです。まあ、ミルク味噌汁みたいな感じです、大人で言う。それからこれでは食べにくいなと思ったら、ちょっと水溶きの片栗粉を入れてとろみをつけます。はい、噛みにくいものはみじん切りになっています。油揚げとかもやしとかね、自分で歯茎で潰してくださいねっていう宿題のようなものは、このお豆腐であったりなすびであったりというふうに混じっています。これで完成です。お皿に入れましょう。では大人の汁の中から取り出してきました人参とじゃがいもです。これはね、どうしてこの大きさのまま持ってきたかというと、ちょうどね90、11、まあひょっとしたら1歳超えてから1歳半までの間に食べ物を自分で手でつかみたいっていう風な動きをねしてくれることがあります。お手手の感覚っていうのはね、とっても大事で、触ることで、あ、これは冷たいとか、ぬめぬめする、ガサガサする、バサバサする、硬い、柔らかい、そんないろんな感覚をこのお手手で感じていただくことが五感を育てることになります。なのでこの大きさ、先ほど言いますように、ここが2センチ、第1関節までが2センチ、第2関節までがだいたい4センチ、だいたいこのぐらいのサイズに大人の汁物を切っておくと、このまま抜き出して、はい、手づかみメニューですということで、これがそのまま、はい、一つのおかずということで出来上がりになります。そしたら、これほうれん草をね湯がきます。今日大人のメニューがほうれん草のおひたしです。でそれは赤ちゃん用にも同じようなメニューができるので、大人のほうれん草のおひたしを作る準備をしていくと思ってくださいね。今こうやってお湯が沸いてきました。根菜類はね、水からじゃがいもとか人参とか土の中に埋まっているものは水から湯がきますけど、こういう葉野菜はこれが沸騰してから入れます。それも根っこから先に入れた方が火の通りが均一です。さて、大人の分のほうれん草を先にもうさっと取り出して冷水にとっておきます。だけどなんでここが残っているか言ったら、これが赤ちゃん用になります。赤ちゃんは大人のこの湯がき用ではちょっと葉っぱが硬いので、もうちょっと柔らかくなるまでちょっと目に長く湯がいてあげます。これほんなら赤ちゃんのは大人よりも長い目に湯がきました。ここら辺でまた、冷たい水に取ります。はい、水入れていきます。はい、お願いします。もう基本的にはね、中期の赤ちゃんと同じ、ただ切り方がね、これは湯がいて葉っぱだけにしたほうれん草だけど、中期の赤ちゃんでは結構こう細かくこう手してたと思いますが、ちょっとこのやり具合がもうザクザクザクでいいかな。その代わり今からね、後で鍋でもう一回火を通すときにちょっとよくよく火を通してあげて、パパがもうちょっと柔らかくなるようにはします。いいですか、こんな感じ。もう一回細かくはしましたけどね、そんなに中期の赤ちゃんほど細かくはしてないです。ザクザクザクって感じです。では先ほど刻んだほうれん草をおひたしにしていきましょう。では先ほど刻んだほうれん草ここにあります。それから大人のお味噌を入れる前のね、おつゆのところからちょっとだし汁を取ってきています。で
離乳食の後期だからといってね、何でも噛む練習をしないといけないと思って、具を大きくしなきゃと思っていただけるかもしれませんが、葉野菜っていうのはね、どうしても食べにくいものです。なので手づかみができるぐらいにね、こういうふうに他のものはこんな大きさで食べられるのに、葉っぱだけは細かく切ってるってことに違和感を感じられるかもしれませんけども、この白菜、ほうれん草、小松菜、まあ葉野菜ですね、そういったのはどうしても本当に噛みにくいものなので、細かく切っていただいても大丈夫です。では同じように味付けしていきましょう。お家の方のお浸しも青のりと鰹節という風にしていただければ、赤ちゃんも同じように鰹節と青のり、こうしておくとね、大人と子供とって味付けを分けたりしないで同じようにしておくと、赤ちゃんの時から食べてきたそのままの味が1歳超えた時にまた大人の方とね同じように一緒に食べられるということで、家で食べる食べ物をずっと延長していくという、その大人の食べ物のどう言ったらいいんかな、今まで慣れして親しんできた味がだんだん大人の大きさになっていくいうだけでね、そういう家の味覚を育ててあげるいう感じかな。はい、では別に入れなくてもいいんですけどね、ちょっと大人もね、お浸しというと醤油で味付けしてるように、ちょっとだけね、こうポチョンポチョンポチョンと醤油で味付けをしておきましょうか。はい、でこのままではちょっとバサバサしすぎていますので、水溶きの片栗粉でとろみをつけて完成です。いい匂いです。匂いが伝わらないけど、すごく鰹節のいい匂いがねしています。10、11ヶ月頃の赤ちゃんの食べさせてあげ方のお話をします。自分でお座りをすることができます。なので椅子に座るのはいいんですけども、後ろに安定できるようにタオルをかましてあげるとか、足はしっかりと地面床に着地している方が安定して噛むことができます。大人は足がブラブラ揺れていても食べることはできるのは全身の筋肉がきっちり出来上がっているからであって、赤ちゃんは今これから体の筋肉をバランスよくつけていく時なので、まだ足がきちんと床に着地していない状態ではバランスが悪くしっかり噛むということができません。なので足に箱とか何か本とかいうものを床の上に置いてあげて、足がきっちりつくようにして体勢を整えてあげてください。で、テーブルで食べておられる方もテーブルに対して着地の赤ちゃん用のこの段を変えるような椅子のここにちょっと何か一冊本を置くとか、牛乳パックを利用してちょっと高さを作ってあげるとかをして着地できるように工夫してあげてみてください。この頃の赤ちゃんは自分が食べたいもの、つかみたいものに大変興味があります。どうしても触りたいのでということで、食べられるところにこう触れるところに作ったものを置いてしまうと、これをひっくり返したり手でぐちゃぐちゃと触って食べるものがなくなったりするので、という理由で割とこの赤ちゃんのお手手が届かないところに置いて、ここからこう食べさせてあげるということもお聞きしますが、それは赤ちゃんのお手手の使い方を学ばせてあげるのにはちょっと逆効果で、触らせてあげてこそ五感が育ちますので、触っていいお皿というのを一つ置いといてあげて、それから食べさせてあげたいものも見える範囲内に置いて、そして触ってもいいよというものをここからちょっと少し出してあげて、出してあげて触らせてあげると。ただ無理に触らせてあげるのではなくて、あくまでも自分が触りたいということが見えたら、このように
触ってもいいお皿というのをご用意ください。それでこのお皿がひっくり返ったり、この中のものをぐちゃぐちゃしたりしても、それは発達のにとって大事なことなので、自由にさせてあげてください。あくまでもこうにちゃにちゃしてるとか、冷たい、ぬるい、そういう感覚をこのお手手で感じ取ることが大事で、それがないと自分で手づかみして食べることにはならないので、この触ってもいいお皿に関しては自由にさせてあげてください。そしてこれがぐちゃぐちゃになってひっくり返って何にもなくなったら、また次のものをちょっとだけ乗せてあげて、また触らせてあげてください。そのうちにこのお手手で触ったものを自分のお口へ運ぶということにもつながっていきますので、大変大事なことだと思います。それから今手づかみの話をしましたが、どうしても手づかみしてこの服も汚れます、それから床にもこぼれます、そういう時期です。なので床に新聞紙を引き詰めてこぼしてもいいように体勢を作ってあげてください。新聞紙は後で丸めてほかせば大丈夫です。服もこの時期黄ばんだり食べ物の色がついたりというふうなことになるので、どうなってもいいような服を着させてあげるか、ここにスタイをつけてあげるかということで、何か食べることでこう汚されてはいけないということじゃなくて、汚してもいいようにこの服装のこともしてあげてください。だいたいお母さんは赤ちゃんの口元が見れるように、この位置が食べさせてあげやすいと思います。やはり後ろに回って二人羽織のようにして食べさせてあげるということもありますが、それでは赤ちゃんの飲み込みの様子や口元が見にくいので、この斜めの様子が食べさせてあげやすい位置だと思います。では実際に食べさせてあげましょう。スプーンの半分か3分の2ぐらい食べ物をすくい、赤ちゃんのお口にまっすぐ目の見えるようにスプーンが入りますよということが分かるように持っていってあげて、間違っても急にここら辺からこうするじゃなくて、ちゃんと食べますよと目でも見えるように前に置いてあげて、そして入りますよということが分かるように声を持ってきてあげます。そして下唇に置いてあげて、口開いたらまっすぐ入れてあげます。そして決してしていただきたくないことがあって、ピュッとこの上唇に歯茎にこう擦りつけて抜くことのないようにまっすぐ食べ終わったら抜いてあげてください。そうこうしてる間にひょっとしたら手づかみしたい時期です。なのでこのお母さんの持ってられるこのスプーンもこのように奪ってしまわれる可能性があります。ただ上手にこのスプーンで自分で食べることはできません、まだね。だけど奪ってしまうことはあります。そうするとお母さんはまた次のスプーンを持ってきて、これはもうあげてしまって、次のスプーンで食べさせてあげるというふうに、いくつかスプーンを用意しておくと便利だと思います。はい、スプーンに興味を持たれてくると、もう自分の横にこうスプーンを置いておかれて、このスプーンでこの中の元をカン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 としたり、ついてきたものをペロッと舐めたりですね、そういうことがあるかもしれません。そしたらすごいねと褒めてあげてください。